西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週は三毛猫さん、男性40代栃木県の方であります。安倍政権から誕生から5年余りの数々の政策議論を見てきましたが、果たして本当の意味で、国民のための政治をしてきたのか、はなはだ疑問です。戦後レジームからの脱却を目指すということで、もろ手を挙げて歓迎し、疲弊した内需の底上げをしてくれるのかと思いきや、実際は国民の資産を収奪し、内需を疲弊させ、海外には金をばらまき、国民の意見などを聞き流し、あれほど反対した TPP 法案に舵を切り、国民の生活に全く関係のない IR 法は、国民の大半が疑問視する働き方改革法関連法案を可決させ、実質移民政策と呼ばれる、外国人労働者と、大量受け入れ、諸外国の顔入れを伺い、休み参拝すらできず、最大、支持母体経団連に尻尾を振り、国民の意見などどこ吹くかです。でたらめな野党連合の不手際に助けられて政権を維持しているに過ぎない。しかも官僚による政治道を許し、汚職まで誘発させてしまう始末。新総安倍政権にはがっかりしました。日本の主権と国益に、第一に考えるならば、党内の人事刷新と新たな総裁を今一度党内で立て直すべきでは、批判ばかりで申し訳ございませんが、今の国難を日本を支えることのできるのは自公連立政権だからこそ、耳の痛い意見に耳をまた傾けてほしいと思うところです。実在につけを残さない政治が大切です、大変手厳しい、ご指摘質問を三毛猫さんからいただきました。私も、この三毛猫さんのご指摘には忸怩たるところがあります。特にですね、TPP の話はですね、IR、それから先に増税をして、内需を増やさないで財政指導していない、こういうところがたくさんあるわけ で私はですね、ご指摘それぞれ当たっているところはたくさんあると思いますね。でここで今一度安倍総理がですね、目指したものは何なのかということをやっぱりきちんと私は知っておくべきだと思っています。実は明日総理にお会いすることを、予約をしたんですけれども、明日8月1日ですか、官邸に行くことになってるんですけれども、私は そこでですね、総理が目指しておられたのはもちろん戦後レジームからの脱却、これは、大きい意味でですね、要するに、対米従属を本当はですね、この自分たちが自立していこうというのが戦後レジームからの脱却なんですね。そういう意味での憲法改正ということでもあったわけなんです。しかし現実には、この対米従属を直ちにすぐできるということはなかなかできないで、まずはですね、一歩一歩段階を追っていかなければならないというのが現実だと思います。で安倍総理というのは結局そういう高い志は持ってるんだけれども、もう片方で現実側面からの対応ということをですね、やっぱり考える、かなりの、現実主義者、リアリストというのがまた一つの顔だと思うんですね。で、みずほの国の資本主義ということを掲げてですね、自分は強欲がまかり通るような、ウォール街がの利益をだけを考えるような、そんな資本主義は反対だということも、昔からおっしゃっていました。その気持ちは多分変わらないでしょう。であるならばなんで TPP なんだと、こういうことになるんでしょうけれども、この TPP もですね、我々がもともと反対でしたけれども、圧倒的に日本が、不利になってですね、どうしようもなくなるというような事態からは制度的にはですね、なくなっていることも事実なんですね。ですから、そこのところの現実側面のところの方が多く見えてですね、本来じゃあ何を目指しているのかというのはどうも見えにくくなってきているというのも確かにあると思います。で特に、新自由主義的な政策にまだ未だに縛られているところがありますよね。でその一番典型が実はこのアベノミクス、この日銀の異次元の、この金融緩和をしたらですね、この物価が上がって、そして、そのことによってデフレが脱却できる、いわゆるこれはお金をですね、通貨を、この物だと見る商品貨幣説というですね、考え方であるわけなんですけれども、要するに物だから物の数を増やしたら物の値打ちが下がって、つまり物の一つである通貨の値打ちが下がって物価の方が上がっていくと、こういう考え方であったんですけれども、これやっぱりちょっと、現実はそういう通貨商品説では、説明できないんですね。むしろ、通貨というのは一体何かといえば結局は信用創造によって成り立っているわけなんですよね。
で、これは信用騒動ということは、要するに、実際に企業が融資を受けてですね、銀行が融資をすると、そのことによって初めて通貨が増えて、通貨が増えることによって景気良くなる、それ良くなることによってですね、物価が上がってくる、利息もついてくるということですけれども、その実態はまさに需要そのものがですね、増えないとできないと。でこういう、これは新自由主義とは対極のですね、ケインズ経済学的な立場に立つとそうなるんですけれども、もう一度、そうしたですね、経済理論も含めてですね、本来安倍総理が目指していたのは私が言っていた方向だと思いますけれども、やってる手法がですね、実は新自由主義的な手法、また結果的に対米従属になっていることに指摘されても、それはもう、その通りだと言わざるを得ないところたくさんあります。ここでもう一度ですね、総裁選を通じて安倍総理が目指してきたものは何だったのかと。でそのためには、目指す方向は良かったけれども、使った手段手法がですね、やっぱり誤りがあったんじゃないかと、そこは見直していくべきだというふうに考えています。でそれを修正することによってですね、もう一度日本に本当の意味での活力と勇気と希望が見えてくると思うんですが、残念ながらですね、他の候補者にもぜひ出ていただいて、この総裁選をやっていただきたいんですけれども、安倍さんの批判はたくさんありますけれども、しかし安倍総裁以上にですね、こうした、長期的な、政策についてですね、柔軟に多角的に考えておられる方は残念ながらいないのが現実だと思います。でそういう意味で私は安倍総理の参戦を全力で応援しますが、しかしやってきたことが全て正しいとも私は思っていません。手法に誤りがあったこともいくつかあるのは事実でありますから、そこはしっかり、明日にですね、私自身総理に直接その件をお話したいと思っています。ということで、今回はですね、三毛の子さんの他にコロンさん、熊五郎さんが2通、明鏡止水さんが2通、ゴンスケさん、それから三毛の子さんは2通いただきましたね、電気屋さんが3通、ケンさん2通、影武者さん3通、それから福知山人さんが2通、トロッコさん2通、お茶番号さん、スカイウォーカーさん、以上22通プラスいつものウッキーさんからお便りいただきました。ありがとうございました。